ドコモ Making Sense。皆さんこんばんは、清水美智子です。こんばんは、三谷幸喜です。昨日私のすっごいいいアイディアをここで披露したじゃないですか、うんうん、なかなかいいと思いました。あれから考えたけどいうか、うん、もっと褒めてくださいよ。すごいよかった。あのお金をね、とにかく、うん、あの流通させることが大事だ。 そのためにお金自体に価値をつけるべきだ、うん、だから日本はアニメの国でもあるし、うん、ドラえもんなりね、トトロなり、うん、あそこを活躍した方が絶対に景気は良くなると思うんですね。肖像画をね、代わりにドラえもんをと、うんうん、そうしたら、うん、ここのディレクターさんはなんと、うん、ダース・ベイダーとかね、ファルコンとか、うん、スター・ウォーズシリーズ、そんなのあの本当は、4枚セットでいくらかにしかならないやつを3万円で買ってたっていうんですよ。どういうこと？ダース・ベイダーのお金があったと。そうなんですよね。ニュージーランドの銀貨。銀貨に？銀貨。ダース・ベイダーの？そう。肖像画が？超欲しい、ね。すごいね。ちょっと、うん。でも3万円で払う気はしないけど、欲しい気持ちはすっごいわかるな。でも逆にほら、だから流通しなくなっちゃいますよ。貯めておきたくなっちゃうもん。だからもっともっと、あの、当たり前にするんですよ。うん、日本の国内ではね。そしたらでもさ、一応3クラス最初は楽しいけど、そういうのって最初だけだよ。だから楽しいんじゃなくて今とにかく欲しいからね、うん、この時期ですから。なるほど。誰か、あ、その時期をね決めてね、うん、それはあるかもしれない。あれはどういう時に変わるの？お金、お札、そろそろさっつって、どういう、どうなんでしょうね、うん、もうそろそろ千円札が千円玉になってもいい頃だってずっと思ってるんですけどね。千円玉、だって昔500円札だったんで、僕らが子供の頃は。そうですね。それが500円玉になったわけだから、次は1000円玉。必要なし。はい。あ、気持ちよかった。誰なんですかね。なんで樋口一葉になったかはね調べたんですけど、まあ、昔は政治家だったのが最近文化人になったじゃないですか、ね、あの肖像がね。もうほんと昔は政治家ばっかりだったんですよ。板垣大輔とか岩倉具視とか。そうか、そっから少しは発展してんだ、うん、で文化人になって、だったら女性も入れようってことになって、まあ与謝野晶子か樋口一葉かだったんだけど、与謝野晶子さんは、うん、ご子孫が今政治家をやってらっしゃる。あ、そうだ、与謝野さんが。だからちょっとこれは公平じゃないんじゃないかっていうので、あ、河野公平とかけた今。うん、かけてない。あの樋口さんになったんだって。あ、そう。まあ与謝野さんもね、面白い顔なんですけどね。あ、そうですか。秋子の方ですよ。与謝野晶子ってそうなの？すごい長い顔なんですよ。下田景樹みたいな。やめてよ。そっくり、下田景樹そっくり。下田景樹さん。まあまあルックスじゃないからね。下田景樹さん今あの朗読やってらっしゃるんですよ、自分の作品を。知りたくもなんでもないですよ別に。ですか。作品があればいいから、私にはなぜかというと下田さんのね。下田さんの写真、あ、下田さんの写真って言うな。下田さんの写真あります。もう昔から僕似てるなと思ってたんですよね。本当ですか、うん、まあ三谷さんが言うなら間違いないのかな、うん、変なところだって見つけるもんね。あ、うーん、そうか。あら、そっくり。下田さんがまたちょっと突飛な格好もなさるじゃないですか。そうなんですよ。女装してるみたいに見える。下田さんが女装したら与謝野晶子さんが。でもすごいお子さんたくさんいてね、うん、子たくさんの一家だったんですよ。あ、芝居やったんですか、もしかして与謝野晶子さん、うん、あ、僕はやってないですけども、前吉永小百合さんがやってらっしゃいましたね、うん、お金といえば、うん、この間嬉しいことが2回続いたんですけど。何でしょう。もう一つ目は大したことじゃないんですけど、東急ストアで買い物をしたら、うん、合計金額が3333円になったんですけど、うん、それだって嬉しいよね。いや、全然そう。じゃあこれはどうです。これはお財布の中に、うん、その1万8500円入ってたんですよ、うん、1万円札と5000円札と3000、1000円札3枚と、うん、あと500円が、うん、それも、50円玉から始まって、あと1円玉も入って、もう小銭だらけですよ、うん、それで合計が1万8500円だったんだけど、うん、新宿の DVD 屋さんに行って、うん、DVD をいくつかこう、うん、新しいの買ったんですけど。また買ったの。あのうちになんか DVD だらけだったじゃん。部屋は新しいのが出るとやっぱ買うんでしょう、はあ、うんうん、で買ったら、うん、1万8500円だったんですよ。わ、
これ嬉しいでしょ。嬉しいかな。だって帰りちょっと不安にならないというか、全く財布の中がゼロになった瞬間っていうのが、うん、まあ、障害あんまないよね。ないんですよ。本当だ、初めてだった。1円もないんですよ。だから1枚やめなかった、ここで。そこでなんで、だって帰り何かあったらとか思うじゃん。さすがに僕もあの預金があるので銀行に行けば下ろせる。あ、そんな時間帯なの買ったね。じゃあ18,500円、そんなに買ったの。あ、そんなにっていうか何枚分になるってこと。今いくらなんだ。でもね、3000円とか5000円とかのやつもあったし、うんうんうん、まあそんなかあの量じゃなかったですけど。そっかそっか。僕だともう本か DVD しか買うもんないんだもん。本当、私最近そのネットショッピングにハマってしまって、うん、一体この買い物欲はいつ失せるんだっていうことでちょっと怖くなってきました、うん、自分が。あれはだって僕システムよくわかんないですけども、うん、何かネットを見て、はい、でその場で注文して注文してで、お金は、お金引き落としなの。そうですそうです。だからなんか怖くないんだよね一瞬、うんうん、それが怖いですよね。で届くわけでしょ。届くわけなんですよ。すごいよね、未来社会だね。昔の僕らが考えてた、そんな人と喋ってないで。でもコメントも得た。まとえてない。でもそんなあなたがね、たくましんさん、かくちかこさんの離婚にコメントしてんじゃないんですよ。私も初めて知ったんですけど、ここ来てひどい話ですよこれは。なんでよ。毎日映画コンクールっていうのがあって、うん、それでそうそう、ツタヤのね、うん、これまた日改めますか。じゃあぜひこのコメントについてまた来週。はい。Yes, more next week. Looking forward to it. But in the meantime, we're hoping Mi-chan gets over her internet shopping binge. Hmm. Like television shopping, it can get to be a real addiction if you don't watch out. And that is not good. Nope. Moderation in all things, people. Moderation.